はい、こんにちは。パーカッションの高波です。今回は壊れたパーカッション、壊れた陶器の楽器を修理しようという動画でございます。はい。前回の動画で上げさせていただいたんですが、まあこれですね。はい。非常に悲痛な姿なんですけれども、まあこれ、陶器でできたタブラ・ダラブッカという楽器なんですけれども、これが粉々に割れてしまっているといったところでございまして、まあこれね、非常に貴重な、まあ世界に一つしかない一点物のの 楽器なななのででででどううにかかか修修理ききいかといい復ととこすねもうひたすら調べましてもう夜な夜なね検索しましてえ調べたところによるとまあ当然あのこういうの修復するプロの専門の方などもいらっしゃってそういう方にお願いすることもできたんですけれどもどうやら自分でもできそうであるっていうことが分かりましたので今回ねこれ自分でやってみたいと思います簡単に言うと割れた破片同士は接着剤でくっつけるんですね接着剤でくっつけて空いた隙間をパテで 埋めてて補修ししそののの継継ぎ目の部分を、えー、金継ぎななららぬでですすねね、まあ、漆風なものがあるらしいです、ね、新漆というらしいんですけども新漆というものを塗って、えー、金色にしていくというやり方があるようでございまして結構ね一般の方でもやってる方が多くいらっしゃったのでこれを今回やってみようかなと思います。はい、何よりねこの日本古来の金継ぎという文化というか方法が、まあ、壊れたもの えー、不完全なものでも愛していこうよというような思想でございましてこれに強く心惹かれたというかあこれは是非やってみなくてはいけないと日本人に生まれたからにはですね、えー、体験してみたいなと思ったのでこれもうね一生使っていきたい楽器なので、えー、せっかくなんで自分でやってみようかなと思いましたはいなんでねまああんま参考にならないかもしれないんですけれども記録として残していきますので是非、えー、見ていただければと思います はい。では、ここからアフレコでお届けします。ホームセンターや100円ショップでいろいろグッズを買ってきました。まずは、このパーツの下の部分にですね、紐がついていたので、これを外していきます。はい。外れるとこんな感じですね。これが全てのパーツになります。これを組み合わせていきます。まず、どこのパーツがどこにくっつくのかっていうのを確認します。まあ、パズルみたいな感じで、これは結構ね、面白いです。 接着剤をつけていきます。今回エポキシの接着剤、A、2液混合タイプを使ってまして 80g のものでだいたいちょうどいいぐらいの分量でしたねだいたい5分で硬化するタイプのものを使っておりますはい、えー、こんな感じでギュギュッとやります今ミスってますけどうまいことはめて 少し押さえた状態で固めるっていう感じですねはいこれ固めてる間に他のパーツをくっつけようという魂胆ンンでやっておりますけれどもえー、結果的に言うとですねこれやんない方が良かったですねこの大きい方大きいボディの方に少しずつつけていくっていうやり方の方が良、えー、かったと思います結果的にねちょっと浮いてしまった、えー、パーツが浮いてしまったり段差ができてしまったんですね この接着で段差ができないっていうのはすごい丁寧にやるべきだったなと安静後悔しておりますはいこんな感じでちょっとね乾燥させて乾燥が終わったらデザインナイフというやつではみ出た接着剤をガリガリ削っていきますはいこのデザインナイフがねマジで神ですねはい、えー、裏面は結構雑な感じになっておりますけれどもこんな要領でどんどんつけていきます 土偶というか土器を復元するみたいな作業でこれは結構面白いんですけれどもだんだん疲れてきまして最後の方ね、えー、接着剤の付け方とか雑になってきて、えー、最後のパーツ付けたとこなんですけれども最後ちょっと浮いちゃってるんですねで乾燥したらはみ出た接着剤をガリガリ削っていくとはい結構ね雑にガリガリやってもこの ボディ削れないっていうことが分かって、だんだん強気になってきますね。はい、こんな感じで、いかがでしょうか接着剤は割と綺麗に取れたんじゃないかと思います。はい。で、次はパテをですね、埋めていく。隙間ができた部分に、このパテっていうやつ、この粘土みたいなやつをコネコネすると、これが固まる、えー、素材になるので、これを隙間に埋めていくっていう感じです。 僕、コンクリパテっていうのを選んでしまって、これがね、多分ね、選択ミスなんですよ。多分違うパテの方が良かったんじゃないかと。コンクリパテっていうのがね、めちゃくちゃ使いづらくて、えー、とにかく硬いと。扱いづらいという感じでね、すごい苦労しましたね。あと、これ素手でやんない方がいいですね。手袋とかした方がいいですね。あとでめちゃくちゃこの手がコンクリだらけになりました。はい、こんな感じでこの隙間を埋める。 ちょっとこう空洞になってるところとかがね、形作られるように埋めていくっていう感じなんですけども、これ明らかにね、パテつけすぎなんですね。これあの、皆さん真似しないでください。つけすぎです。はい。この隙間の部分だけがうまいことね、埋まるようにえやればよかったんですけどこのコンクリパテがなかなかね、扱いづらくて。はい。えある程度固まったら、これもデザインナイフでガリガリ削っていきます。 えー、この今ついてるねほとんどを削ることになりますこれがむっちゃくちゃ大変だっためちゃくちゃ時間かかりましたねはいもう一晩中これやってました結構ガリガリいってますけどこれボディにね傷つかないんで,、はい、でこういう局面とかはヤスリを使ってガリガリ削っていくっていう感じです はい。これは翌日になっておりますけれども、えー、カメラのですね、スイッチングを間違えて、なぜか自分の頭を取っているという、ま抜けな映像になっております。はい、えー。一通り固まったところでですね、今度は新漆という植物性の漆を使って、えー、金継ぎ風にしていくという。はい。これは新漆と金粉を混ぜたものを塗っています。 パテで埋めた部分、えー、接着剤でくっつけた部分の上からですね、この金色が出るように塗っております、はい。これも塗装してるみたいでね、すごい楽しかったですね。はい、そして塗った上からですね、金粉をパラパラパラと、えー、ゴージャスにね、かけるらしいんですね。はい。でさらにこのハケで、 では、この塗った部分、えー、新漆の部分に金粉が付着するように塗っていくと。はい。こんな感じになっております。かなりね、見た感じ、ゴージャスになったなという感じです。今これね、余分についている状態なんで、後々取ることになります。はい。というわけでですね、ようやく全工程を終えることができました。はい。結構ね、これね、大変でした。はい。 やっぱね破片が多いっていうのと接着する面積っていうかこの塗る部分がとても多かったので結構時間かかりましたねだいたいこれ作業始めてから今丸1日経ってますし、えー、実際の作業時間っていうのもね67時間はかかってるかなっていうところでございますはいいやー大作業でしたはいまあなんちゃって金継ぎではあるんですけれども今この漆をね乾燥させてる 状態でございまして、えー、これを大体1週間ぐらい乾燥させるらしいんですね。結構厚塗りしたんで、厚塗りした場合1週間ぐらい置いた方がいいということなので、このまま乾燥させておきます。はい、で乾燥が完了したら、今結構余分に金粉がついているので、これを落として完成となりますというところでね、た、え、い、ー、1週間後にまたできたものを、ね、お披露目できればと思います。そして音出しね、<laughs> まだ全くこの <laughs> 貴重な皮に。 触れてないっていうか、叩いていない状態なので、完成した暁にはね、叩いてお披露目できると思いますと。いろいろお騒がせ、ご心配おかけしまして、申し訳ございませんという感じなんですけれども、とりあえずはね、形になってよかったなというところでございます。はい。またお披露目だったりですね、この楽器のレビューとか、使ってみた感想なんかもあげれたらいいなと思っております。もう二度とね、これ壊れないように、大切に扱っていこうと思っております。はい。 では、えー、今回はこんな感じでございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。